はいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリーお備えでございます今回は公認心理師試験対策講座オンライン1分チャレンジ過去問アレンジ問題1歳半の幼児の認知言語機能を評価する心理検査として適切なものとはというテーマで、えー、回答までは1分程度でお話をしたいと思います こちら弊社の「セカンダリーアンダーバー j p というツイッターアカウントなどで出題させていただいた問題でございますこちらの答え合わせをしていきましょう「えー、炎上知識乳幼児分析的発達検査は、えー、乳児院に一時保護された1歳半の幼児の認知言語機能を評価する心理検査として適切である」 マルカバツカの二択でございます。この公認心理試験対策講座オンラインというシリーズの動画の URL、リンク一覧は本動画の説明欄、概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。さて、いかがでしょうか、えー。回答申し上げてしまいます、えー。こちらの問題、回答はですね、丸でございます。無料でご覧になられている方は、ここまでご視聴ありがとうございました。えー、っと、そうですね、あの簡単に、えー、っと解説です。えーこ